ということで後半始めさせていただきたいと思います。私はですね、九州大学アコースティックギターサークルアンプラグドの4回生の平地こと平山優馬と言います。どうぞよろしくお願いします。はい、こうやって気を使わなきゃいけないという地獄です。はい、そうですね、前半は長谷君と林君にそれぞれ演奏してもらって、まあ、それぞれですね、個性のある演奏だったと思うんですけど、また僕もちょっと違ったスタイルですね、ちょこちょこ被りつつも、なんか違った世界をお見せできればなと思います。大丈夫かな、言いたいことはこんな感じですかね。じゃあ次の曲に行きたいと思います。大体無害な感情論、どのために生きるのかな。テレビの中では人間が楽しそうにして、明日の今は今と同じ、趣味も特技もありません。好きなものを考えても炭酸飲料くらいです。明後日僕が死んでも変わってくれないよ世界は。時間が経って何もかも変わるわけじゃねえし、炭酸だらけの冷蔵庫、僕のお気に入りがぶどう味で、消えてしまいそうな夜に一人で飲むのさ。僕が首謀者の陰謀論、この世界は僕のものだ。飲みかけのコップ片手に眠りかけている。現実逃避が得意です、全然できません。生きがいを探してみても炭酸飲料くらいです。明後日僕が死んでも変わってくれないよ世界は。時間が経って何もかも変わるわけじゃねえし、炭酸だらけの冷蔵庫、僕が一人で飲み干した後、一握りの幸福がここにあるのさ。炭酸だらけの冷蔵庫、僕の煩悩を溶かしてくれよ。透明な人生を歩めない、炭酸だらけの冷蔵庫に依存して、人生少しずつ消えていったっていいだろうが。僕のお気に入りはぶどう味で、消えてしまいそうな夜に一人で飲むのさ。炭酸だらけの冷蔵庫、僕が一人で飲み干した後、一握りの幸福がここにあるのさ。炭酸だらけの冷蔵庫、僕の煩悩を溶かしてくれよ。透明な歩めない分だけ、はい、ということですね。
今の曲は炭酸依存症という、曲でした。この曲なんです、アスファルツというバンドがあって、そのバンドの曲なんですけど、そのアスファルツというですね、バンドのギターボーカルの子がですね、子っていうか、ギターボーカルと一緒にですね、子っていうとおかしいな。男なんですけどね。ギターボーカルと、今一緒に上空 39cm ってですね、バンドを組んでいまして、はい。で、まあ、その彼が高校生の頃組んでたバンドの曲が、まあ、今の炭酸依存症という曲になります。で、次の曲もですね、次の曲は、その上空 39cm の曲をやりたいと思うんですが、今日のライブはですね、まあ、どういう風に曲を選ぼうかなと思った時に、なんかこう、自分の感動した、心動いたとか、共感できたみたいな、そういう曲をですね、中心にセットリスト組もうかなと思って選ばせていただきました。で、まあ、さっきの曲とかもなんか、炭酸だらけの冷蔵庫は僕がないですけど、消えてしまいそうな夜に一人の重さとか、なんかこうちょっとしたところで心にこう引っかかるフレーズとか、セリフとか、まあいろいろあって、まあ、歌わせていただきました。次の曲もですね、まあ、全部が全部じゃないけど、なんかどこかで心に引っかかって、なんか心に残るなって思った曲です。それじゃあ、次の曲いきます。僕が生まれてく前に死んでしまった。あなたのことを思う。ごめんねロックさん、僕
ことがたくさん増えた。窓に滲む雲を見ていた。みんなの背中を見ていた。言いたいことがだんだん増えて、言えないことがたくさん増えた。空が濁る頃に見ていた。夜になろうとするばかり、どこにも行けない私をどうする。めまいに溺れて夢を見てた。白昼無理すべてを押し込んで、愛していたいこと、愛されたいこと、空っぽになるまで詰め込んで。忘れたこともたくさん増えた。バスに揺られながら見ていた。君はカメラで何を撮る？秘密にしてね、約束しよう。それすらいつか一人になって、ボタン一つ不意にちぎれた。夜になろうとするばかり、どこに光を通す。些細な嘘から炎症が起きた。ずっと微熱みたいにまとわりついて、愛していたいこと、愛されたいこと、まだ許しを。誰も嫌いたくないから、ひたすら嫌いでいただけだ。みんなのこと、自分のこと、君のこと、君がいないといろんなことがいろんな風に嫌いになって、情熱を孕ませ夢を見てた。熱した目に見え落ちてく日々、愛していたいこと、愛されたいこと、望んで生きることを許してほしい。ありがとうございます。2曲続けてお聴きいただきました。最初がですね、ごめんねロックスターという上空39センチメートルの曲で、2曲目がですね、さっき林香君も結構歌ってましたけど、米津玄師さんというですね、アーティストさんの、恋と病熱という曲でした。ちょっと休憩がてらちょっとなんかね、重めの曲だったので、ちょっとリラックスしましょう、皆さんも僕も。昨日ですね、僕タップダンスサークルのガッツエンターテイメントっていう球団のサークルがあるんですけど、そこのライブにですね出させてもらって、タップダンスのコラボとソロで1曲、弾かせていただきました。ソロで弾いた曲はですね、坂瀬川さんの琥珀の月。わおもうすごい、なんかすごい好評でしたので、きっと坂瀬川さんの増えることになる。どんどん広めてまいりました。
ですね、それでこう終わった後に見送りをしててですね、こういろんな人からですね、あ、よかったですよって言われて、あ、本当ですか、ありがとうございますって、あ、よかったら僕のサークルのライブが12月16日あるんですよって言うと、しれっとちゃんと宣伝をするんですよね。するんですよ、僕。すごいでしょ。そしたら大体ですね、あー、私大阪から来たんですって、あ、そっか、わざわざ見に来て、あ、そうなんですねって、それ仕方ない、YouTube もあるんでぜひ見てってくださいって、こう、また次の人、よかったです。ありがとうございます。よかったらサークルのライブがあるんですよって、あー、私香川から来たんですよ、ね、すごいなーかいや、普通にすごいと思うけど、ね、ちょっとこう、すごいなーって思いつつ、心のどこかでこう、その後も何回か行ったんですけど、私岡山からとか熊本からとかですね、5、6回振られたんですよ。一度も福岡県の方には出会わずですね。悲しいんですけど、まあ今日はですね、福岡県の方が多いと思います。まあ来るっていう部員の人の方が多いと思うけど、まあ、今日はちゃんと告知になるかな。12月16日、私たちのサークルのライブがありますのでよかったらお越しください。言うまでもなかったね。よし、じゃあですね、次の曲に行きたい。次ちょっとソロギターを弾かせていただきます。このソロギター今からやる曲はタイトルがあって、スヤーソングっていうタイトルがあるんですよ。でこれ学生はクスクスクスって笑うんですけど、これちょこちょこ大人の方の前で演奏するとんみたいな感じになるんですよ。このスヤーというですね、いかにも若者らしい言葉が、ちょっと若者言葉すぎて、違う、あまりにも幼いんだよ。だってスヤーってなるような曲ですよってことを言いたいために、ちょっとニューソングからこうシンパシー受けてるところがありますけど、スヤーソングというタイトルがついてたんですけど、さすがにちょっとこれから毎回こうライブのたびにじゃあスヤーソングっていう曲をしますっていうのも恥ずかしいんで、ちょっと真面目にタイトルを考えて、一応瞬きというですねタイトルをつけました。星の瞬きです。なんかこうある時空をパッて、バンドメンバーと一緒にそれ見ながら、あ、めっちゃ星またたいとると思って、それから星のなんか星のまたたきを見上げながらこうスヤーと眠りにつくそういうイメージの曲になります。そう、結局ね、ということで、この世を忍ぶ仮の名はまたたき、真の名をスヤーソングですね、曲を聴いてください。
した。聴いてください。ザ・クーピーズでラストチャンスという曲です。最後のチャンス、毎
これで終わりなんですけど、ここからもう一人をお迎えしてですね、ちょっとどうしても彼とやりたい曲があってですね、今回、やらせていただこうと思います。じゃあ林香カモン。ちょっとセッティングに少々お時間をいただきたいと思います。喋るんで、ちょっと喋りますね。今からやる曲はですね、あの米津玄師さんと須田雅貴さんがコラボしたあの灰色と青という曲をさせていただこうと思います。灰色と青です。実はね、一応です。これを青と言っていいのなら灰色と青です、はい。まあちょっとそういうのを置いておいてですね、青って言い張ったらもう青ですよ。そう、僕が青って思ったから青なんですよ。僕がおかしいだけかもしれない。はい、この曲はですね、もう米津玄師さんが須田雅貴さんとしかこうできないってオファーをした曲、僕も彼としかできないと思ってですねオファーさせていただきました。それじゃあ入りますか。それじゃあですね、聴いていただきたいと思います。灰色と青。袖だけがおぼつかない夏の終わり、明け方の電車に揺られて思い出した、懐かしいあの風景、たくさんの泊まりを繰り返して、同じような街並みがただ通り過ぎた、窓に僕が映ってる、君は今もあの頃みたいにいるのだろうか、ひしゃげて曲がったあの自転車で走り回った、バカバカしい綱渡り、膝に滲んだ血、今はなんだかひどく虚しい、どれだけ背丈が変わろうとも変わらない、何かがありますように、くだらない面影に励まされ、今も歌う今も歌う今も歌う、ララ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 ラ。せわしなく街を走るタクシーに、ぼんやりと背負われたままくしゃみをした、窓の外を眺める、心から震えたあの瞬間に、もう一度出会えたらいいと強く思う、忘れることはないんだ、君は今もあの頃みたいにいるのだろうか、靴を片方茂みに落として探し回った、何があろうと僕らはきっとうまくいくと
無邪気に笑えた日々を覚えている。どれだけ無様に傷つくことも終わらない毎日に花束をくだらない面影を追いかけて今も歌う今も歌う今も歌うララ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 日が昇る前の影た月を君もどこか見てるかな。なぜかわけもないのに胸が痛くて滲む顔霞む夢を。今さら悲しいと叫ぶにはあまりに全てが遅すぎたかな。もう一度初めから歩けるならすれ違うように君に会いたい。どれだけ背丈が変わろうとも変わらない何かがありますように。くだらない面影に励まされ、今も歌う今も歌う今も歌う、ララ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 ラ。朝日が昇る前の駆けた月を君もどこかで見ているかな。何もないと笑える朝日が来て始まりは青い色。3人でお届けしたいと思います、うん、アンプラグドだったことを思い出してそういえば僕アンプラグドだったなって思い出しながらですね、アンプラグドといえばのこの曲をやりたいと思います。それでは皆さんもですね、部員の方はぜひ一緒に、歌っていきましょう。じゃあ畑元博さんでうろこ。Oh, 君今
はずなんだ。会いに行くよ、たとえどんな